ベイビーバンドミュージックチャンネル。信号は青なのかそれとも緑なのかどうしたんだ。あやふやなものははっきりさせたい。夕暮れ時の商店街をざっと通り抜けるのが面倒で、踏切を渡って泊まりして帰る。放課後の教室は苦手だ。その場にいるだけで分かり合えてるよね。話し合いにならないししらけてしまった僕は無口になる。言いたいこと言い合って解決しようなんてラテン的すぎるよ。誰かがため息をついた。そう、それが本当の声だろう。黒い筋そうな僕だけがいなくなればいいんだ。そうすれば止まってた針はまた動き出すんだろう。全員が納得するそんな答えなんかあるものか。反対が僕だけならいっそ無視すればいいんだ。みんなから説得される方が居心地悪くなる。目配せしてる仲間には僕は厄介者でしかない。真っ白な群れに割り目立ちしてる自分だけが真っ黒な羊。解いたって同じ色に染まりたくないんだ。薄暗い部屋の明かりをつけるタイミングって一体いつなんだろう。スマホには愛のない過去だけが残ってる。人間関係の答え合わせなんか僕にはできないし、そこにいなければよかったと後悔する。人生の大半は思うようにはいかない。納得できないことばかりだし諦めろと諭されてたけど、それならやっぱ納得なんかしないまま、その度に何度も唾を吐いて噛みついちゃいけませんか。 No 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 全部僕のせいだ。黒い筋そうな僕だけがいなくなればいいんだ。そうすれば止まってた針はまた動き出すんだろう。全員が納得するそんな答えなんかあるものか。反対が僕だけならいっそ無視すればいいんだ。みんなから説得される方が居心地悪くなる。目配せしてる仲間には僕は厄介者でしかない。わかってるよ。白い筋なんて僕は絶対なりたくないんだ。そうなった瞬間に僕は僕じゃなくなってしまうよ。周りと違うそのことで誰かに迷惑かけたか。髪の毛を染めろという大人は何が気に入らない。反逆の象徴になるとでも思っているのか。自分色とは違う、それだけで厄介者か。自らの真実を捨て白い羊のふりをするものよ。黒い羊を見つけ指を刺して笑うのか。